三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットでは明日からプールエリアがオープンします。今日は近隣の幼稚園や保育園に通う園児やその家族およそ1000人が招待され、一足早く水浴びを楽しみました。新型コロナの影響で参加人数を制限していた水中イベントも今年は制限をなくして開催します。訪れた子どもたちは歓声を上げながら楽しんでいました。暑いです。だからいっぱい来たんです。楽しかった。鈴鹿サーキットのプールは9月3日まで営業予定です。